グレゴリオ・マンサーノは、スペイン・アンダルシア州派遣県出身のサッカー指導者。心理学の学士号を所持し、ロッカールームに貼ったメッセージで選手とコミュニケーションを取るなど独特な手法を用いることで知られる。地元の派遣県で、公立高校の教師として24歳の時に、学校のクラブチームを率いたのが彼の指導者としての第一歩である。ハエン市にある様々なクラブを指導し、 1990から91シーズンには、テルセラディビシオンのレアルハエンの監督に就任し、そのシーズンは4位で終えた。その後タラベラ CF の監督に就任し、1996から97シーズンには、セグンダディビシオン B で2位につけた。1997から98シーズンは、プレイオフの最終日に、セグンダディビシオン昇格を逃した。 1998年には CD トレドの監督に就任し、セグンダ・ディビシオンで7位に到達した。中堅チームを率い、限られた戦力で最大限の結果を出すことを得意とする。1999から2000シーズンはプリメーラ・ディビシオンのレアル・バヤドリードを指揮し、サンティアゴ・ベル・ナベウでレアル・マドリードに勝利するなど、7位でシーズンを終えた。 2000から01シーズンに指揮したらシン・サンタンデールでは FC バルセロナを4-0で下した。2001から02シーズンはラーヨバ・ジェカーノで11位になり、2002から03シーズンは RCD マヨルカの監督に就任した。レアルマドリードに対して5から1で勝利し、コパデルレイで優勝に導いた。2003から04シーズンはアトレティコマドリードから声がかかり、 チームを7位に導いた。スペインサッカー協会は代表監督の座にマンサーノを招こうとしたが、彼はマラガ CF の監督に就任した。しかしマラガでは不審を極め、2005年1月11日に解任された。2006年2月、エクトル・クーペル監督の後任として、RCD マヨルカの監督に復帰すると、2007年夏には、 アンゲロス・バシナスやボシコ・ヤンコビッチ。2008年夏には、ダニエル・クイサやアリエル・イバガサ。2009年夏には、フアン・アランゴや、ホセ・マヌエル・フラドなど、毎年のように、主力選手数人を放出しながらも注意に導いた。2008から09シーズンは前半戦19位と、低調な滑り出しだったが、後半戦は、リーグ3位の勝ち点を積み重ね、最終的に9位で残留を決めた。 2009から10シーズンは、ホーム19戦で15勝1分3敗と優れた成績を残し、5位でシーズンを終えて UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得したが、クラブ側の厳しい財政事情により、契約を更新せずに退任した。2010年7月から8月にかけて、日本代表の新監督候補に挙げられていることが報道された。2010年9月26日、 成績不振により解任されたアントニオ・アルバレスの後任としてセビージャ FC 監督に就任した。就任時から順位を2つ上げて5位でシーズンを終え、シーズン終了後に契約満了で退任した。2011年6月8日、1年契約でアトレティコ・マドリード監督に復帰した。しかし、12月22日に成績不振で解任された。 2013年2月5日、RCD マヨルカの監督に就任。同クラブを指揮するのは3度目である。2014年、中国に渡り、北京国安監督就任。ACL で決勝トーナメント進出、中国スーパーリーグでも優勝争いに絡んだ。2016年に、上海進化監督就任。デンババ、フレティグアリン、ジオバンニ、モレーノ、 オバフェミ・マルティンス、リソツといった選手を養子4に入れ、ACL2017 出場計を獲得した。しかし契約面でこじれ同年限りで退任。2017年に、奇襲地上監督就任。2部から初昇格したチームをリーグ8位に導いた。しかし、翌2018年シーズンは11節を昇華して、わずか1勝しかできず、6月7日に解任された。クラブ個人。 ありがとうございます。